おはようございます。茂木耕作海空研究所長令、今日は令和5年6月23日でございます。周平さんのスタイフがね、もう完全に乗りましたね。乗ってます。セロトニンモードになりまして、毎朝いい感じですね。今日はね、ジムに行く代わりに、近くのお家の近くを自然の中を散歩しているという中での放送だったんですけど、まあなんてことを話しているわけじゃないっていう前半から、徐々にこうなんかスイッチが入っていくじゃないですか。まあ明日は少年野球の練習があって、こういうことを立ち上げようとしてて、でルールも、まあ、自分たちの裁量で考えれるから、実際にプレイする少年たちにとってはこういうのが本当の野球の楽しさなんじゃないかとか、周さんと直君が入ってる宇治原さんのさ、宇治原秀明さんだっけ、野球オンラインサロンにね、2人とも入っててっていう話を、そので直君は大学野球編で、周平さんは周平さんで少年野球編みたいな、こう集まりの中でいろんな吸収できることがあるっていうので、たまにシェアしてくださるんですけど、なんていうか、そのもちろん宇治原さんのサロンで、発信者側である宇治原さんっていうのは、まあすごく広い世界を見ながら、こう日々自分はアップデートされて、でもう本当に、なんだろうな、メジャーリーグから地元の少年野球までっていう、その幅の広さがさ、やっぱすごいなっていうか、ボイシー聞いてても思うんですけど、それと同時に結局でも、その地元で実際に落とし込む人、現場の、だから周平さんのような人ですよね。で、まあいろんな方入ってると思うんだけど、実践する人っていうのが結局いないとね、宇治原さんのサロンの目的が最終達成されないわけじゃないですか。でもそこに周平さんがね、今こう一歩目踏み出してる感がさ、すごくリアリティがあるっていうか、まさしく、なんていうか、答えがないところにもう一回こう、なんていうか、自分らで0から1を作るっていうのをやってる感覚があるっていうか、だからその、役に立つとか、スラスラ話すとかじゃないことが本当に中身と合ってるっていうか、手探り感で答えがないし、基準もないところで、でもこうじゃねえかなって試して、これとりあえず試しますよ明日っていう、もうそのリアリティとさ、リアルタイムな現場感覚っていうのか、それがね、なんていうか、周平チャンネルの色をつけてるというか、すげえ面白いことになってきてんじゃないかなっていうね 思いますね。で、俺やっぱりその、自分が例えば少年野球チームの少年の立場だったとして、あるいはその少年野球チームに自分の子供を行かせてる親の立場だったとして、コーチが、あの放送をしてるのを聞けたら、あ、ユージンさんおはようございます。コーチがあの放送を話しているっていうのを聞けたら、なんていうの、情報でもないし、利益があるっていうことでもないけど、信頼感が全然違うなって思ったんですよね。なるほど、こうやってコーチも自分が正解なんて知らない状態の中でこうやって手探りしてんだなと。あ、周平さんおはようございます。今朝のね、周平スタイフがね、俺はなんかちょっと特に響いてるよっていう話をしてるんですけど、少年野球に、行ってる少年の立場、あるいは少年、まあ、あるいはなんか子供を行かせている親の立場からしたときに、その自分の所属チームのコーチが、
スタイフで朝散歩しながら、その正解はない問題なんだけど、まあこんなことを考えてるよと、こんな風にルール作ったら一番良くなるんじゃないかとか、まあ、勝利に対してどのように捉えるかとか、野球を楽しめてどういうことなのかって、今んとここういうふうに考えてるけど、みんなはどう思うんだろうみたいな、まあ、そのなんていうか決めつけてない感じっていうか、自分も正解知りませんよをが周さんの立場だと思うんですよ。それがこうなんていうか、その問いと自分少年とか親側からして、あ、そこになんかその正解がなくて決めつけてないんだったら自分も考えていいのかなっていう余白を提供されると埋めたくなるよね。なんかね、その自分なりにはこうなんじゃないかな、少年には少年のこう思いがあるだろうし、お父さんはお父さんで、お母さんはお母さんで、こうなったらいいんじゃないかなとか、こういうのが素敵なんじゃないかなとか、あるいはじゃあそれが素敵なんだとして自分にできることっていうのはどういうことなのかとか、まあだからそこですごく当事者意識も自然につながっていくと思うんですけど、あれね、チームのメンバーにみんな聞いてもらったらどうですか と思ったりしたかな。なんていうか、別にさ、そのチームのことばかりを話すチャンネルじゃないから、別になんていうか、今とりわけチームに広めてないかもしれないですけど、でもやっぱりさ、知ってもらうことは大事なんじゃないかなと 思ったかな。はい。だからその、まあ、例えばチームの LINE グループとかあるんだったら、放送するために「おはようございます」とリンクをごとつけて送っても面白そうじゃないですか これハードル上がるかな、どうですかね、高いかな。でもね、俺はその親の立場からしたらあれを聞きたいなと思いましたよね。その、まあ、自分の息子もね、ソフトボールだけどさ、所属してたよね。で、まあ会うのは週末だけなんですよ。そのコーチとか監督とか、まあ一緒にチームメイトになってる親御さん同士とかって、でそこで話せるだけのことを話すんだけど、結局なんていうのかな、なんてことはない、普段縛りのない中でこう、今日はこうだね、そうだねっていう、なんてことはない話の積み重ねには結局勝てないと思うんだよな、その、あ、この人こういう人だなって理解する上で、直接私はこういう人間ですとか、もうなんていうか答えが決まっちゃった状態での言葉と、なんだろうな、日常により近いというか、問いでも答えでもないっていう、なんていうか、それでもなんか言っときたいなって思うことを喋ってると思うんだよね、周平さんはね。散歩しながらでスタエフの録音ボタンを押し、なんか特に喋ろうとするテーマがあるわけじゃないけど、押したもんだからなんか話そうぐらいなところから始まって、ああそうそう、話してるうちに思ったんだけど、そういえばさっていう感じで、その例えば少年野球で今取り組んでることとか、問いを立ててしまう、ついついなんていうの、疑問に思うことで、自分でも問いを立てたもののすぐに答えが出ないようなことじゃないですか、今日の話ってね。で、それをなんか共有すると、みんなそれぞれこう自由に、あ、その問いだったら俺ならこうかなとか、確かに難しいし、パッとは思いつかないなっていう感情だけでも共有できたりするじゃないですか。
それはね、なんかめちゃくちゃでかい気がするんだよね。どうですかね っていうね。でも、まあ、少なくとも僕は、宇治原サロンで、周平さんがこう、いろんなことをインプットしながら、実際に行動に移して、行動もさ、まあ、なんていうか、本当小さな一歩を、ちょっとずつ積み重ねるみたいなことで、大改革とかさ、大きくガラッと変えるようなことを、なんていうの、無理やりやるような話じゃないじゃないですか。もうほんとちょっとずつやってるんだと思うんですよね。だからほんとなんか、なかなか目に見えないし、周りにも伝わりにくいようなことかもしれないけど、でもなんていうの、過去にとどまってないっていうことぐらいは伝わると思うんだよね。あ、なんかこう未来に向かおうとしてる人なんだなっていうのが伝わるだけでもすげえでかいと思いますね。あの放送をチームの人たちが聞くっていうのは、と僕は思ったりしました。いかがですか？ちょっとハードル高いかな。なんかハードルばっかり、ハードルばっかり。最近の俺の趣味になってますけど。勝手に周平の背中を、知らないところで押しちゃうっていうね。話が、そうですね。阿部ゆきかさんと今度ね、周平チームを見に行こうっていう、その時なんか俺もちょっと、できたら行きたいですね。ちょっと自分の草野球チームとか他の予定があっても、もし、ここで行こうってなったら、僕はそっち優先しようかなと思います。いや、なんかね、無責任な話なんですけど、勝手に背中を押すっていうのは。ただやめらんないのよ、周平の背中を押すっていうのは。押しがやるっていうか。いい背中してんのよ。わ かんないけど。なんていうんですかね、押しやすい柔らかさっていうか。で、押されたら押されたでさ、倒れちゃうような人はさ、押せないんですよ。押されたらこれ倒れんじゃねえかなみたいな不安感があったら押せないんだよ、やっぱりね。ただ、なんていうか、こう気持ちは前向きにいってんだけど、踏み出す足がこう、ちょっと重いというか、まあ、それぐらいの人ですよね。だから条件いると思うんだよ。背中を押される人って、気持ちは前に向いてる。でも踏み出す一歩目の足が、ちょっと勇気出ないみたいな状態になってて、で、なおかつ背中が広いっていう。押しやすっていう 状態の人をね、押したくなっちゃうっていうね。これはだから俺の無責任さが問題じゃなくて、まあだから周平の背中が押しやすいことが問題なんだと思ってた。 何の話してるか 分かりませんが、今朝も 阿部ゆきかさん、おはようございます。ちょっとね、ゆきかさんと一緒に周平の背中を 押しちゃいたいなと いや、陰謀とかじゃないですよ。隠れてこそこそとかしないです。押すときはちゃんと押すよって言うんで、押していいよっていうときだけね、押しますんで。まあだから、この方向に押しましょうか、どの方向に押しましょうかを、あれこれいろいろ言ってってですね、まあ、好きな方向に、こっち側でちょっとよかったら押してもらったら、足出そうなんで、足一歩前に出れそうなんで、どうぞっていう時にね、何の業務連絡をしてるのかちょっとよく分かんないんですけども、そういうことです。 小山愛さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。直君もね、宇治原サロン仲間なんで、なんかね、やっぱりお互い同じサロンに入ってる者同士とかのこうつながりっていうのも、まあこれ、モテサクオンラインサロンもさ、まあそうですけど、他でもこう多分いろんなのに入ってたりするじゃないですか。で、まあユキカさんもね、なんだ、T2S の、まあこれ、あれはサロンじゃなくてイベントなのかもしれないですけど、なんかご案内してくださったじゃないですか。まあ、だからユキカさんが何で学んで、どういう人から、まあ、同じ言葉を聞くんでも、どういう人から聞くかで全然文脈違ったりするので、やっぱり、ユキカさんを知るには、ユキカさんが学んでいるものを知るっていうのも、俺はすごく興味あるから、
あ、ちょっとそうだね。だからゆうかさん、ゆうかさん、なんか募集してくださってたんですけど、俺も行きます。ちょっと待ってね。日程だけ、もうちょっと待ってください。ただ、気持ちとしてはですね、単純に僕は興味あるんで、行きたいですっていうね、これ業務連絡。業務連絡ですか？これわかんないですけど、まあ、投稿してくださったところに、コメントで返してもよかったんですけど、まあ、直接ね、連絡くださいということだったんですけど、T2S、アウェネスさんというところが開催されてるイベントなんですかね。なんか、まあ、ちょっとまだ詳細よくわかんないけど、まあ、ホームページとか見た感じね、すごく、なんていうか、洗練されてるというか、さす、なんていうか 僕もいくつかね、ああいう研修とか、こう、なんていうか、プログラムとかイベントとか、似たジャンルのものって、まあ、参加したこともあるし、裏でサポートスタッフしたこともあるし、まあ、いくつか見てきたつもりですけど、まあ、やっぱりすごいなと思ったんで すごいよね。だからなんか単純に、高橋さん自体にも興味あるし、アウェアネスさんっていう会社にも興味あるし、イベントそのもので、まあ、学ぶな、そうですね。なんか、ぜひね、できるだけ参加したいなと。僕もそう思います。別チャンネル作ろうかな。ちょっと待ってね。コメント追い切れてない。おはようございます。ケントさんの言葉を借りると、共有が感じられて素敵だなと。教育ね。共に育むですね。そうそうそう。それなんですよ、まさしく。共に育む、なんていうの、指導者側も育まれるし、指導者というか、やっぱりティーチングとコーチング両方こうミックスされた概念だと思うんだよね、共に育むのはね。で、少年とか、まあ、プレイヤー側というか、と、あと、まあ、親御さんというか、保護者さんというか、保護者さんも別になんていうか正解知らないわけだし、ただ、どういうのが素敵だよねって価値観があることは間違いないから、それはなんか、共に、テーブルの上に出した上で、それはそれでいいねっていうのをお互い分かった上で、どっちを選ぶかっていう選択肢をさ、まあ、いくつかある中からみんなで選んだよねっていう納得感は結構あるかないかで全然違うしね。で、そのプロセスの上で、やっぱりなんていうのかな、一人何の縛りもなしに出てくる嘘のない言葉っていうのを普段聞いてるかどうかで全然信頼感違うと思うんだよね。表面だけのべき論で正論だなーっていう話だけではやっぱり納得感につながらない時とかって結構あるんだよね。まあそうした方がいいって、まあ特にこの時代なんでこうした方がいいですよねとかっていう話ってさ、よくあると思うんですけど。だからなんかその時代とかっていうふわっとした言葉でくくられてさ、なんとなくそれがべき論かなっていうのを、まあふわっとこう上からかぶせられると、なんか身動き取れなくなっちゃうみたいな、その自分の考える自由度の幅がなくなっちゃうかっていうかさ、自分の意見って言う余地ないんですかっていう、なんかそういうのよりはね、その周平さんの今日のスタイフの放送みたいなのはすごくいいなと思ったんですよ。なんかみんなも考える余地がある、僕も考えている、で答えはないけど、みんなで共にこうお互い育みつつ新しいものを作っていこうっていうのを呼びかけまでしてないけどさ、でも事実上聞いたらね、その関係者が聞いたら、自然に考えちゃうと思うんだよね、呼びかけられてなくても。なんか空白って埋めたくなるじゃん、その見つけると 面白いもんね。視力検査のさ、C のマークあるじゃん、あれってさ、欠けてる方を指すっていうの、いや有名な話ですけど、なんかその人間の脳みそ、こう欠けてる方に敏感にこう反応するようにできてるみたいな、よく言いますけど、なんかそれをさ、なんていうか欠点探しみたいな、
方向に行くとね、ネガティブによく言われますけど、未来がまだ空白です、みんなが誰が作ってもいいですっていうふうな、こうかけた部分が実は未来にあるみたいな話だと、それどうやって作ろうかなってみんな考えると思うんですよね。だからその C のマークをさ、こう過去に向けるか、未来に向けるかで、そのだいぶこう見え方が変わるっていうかさ、ネガティブにもポジティブにもどっちにもなるよねっていうね、別チャンネル作ろうかな、それでもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあどっちでもいいかなと思う、押しても動くかどうかは本人次第です 今日は、そうなんですか、ゆいかさんとお話できるんだ、それは楽しみですね。やっぱりゆきかさんさすがっすね、すぐ動くな、あの人は。 ご挨拶の途中でしたが、山田裕二さんおはようございます、中村周平さんおはようございます。ゆきか周平プロジェクトね、なんか面白いですね。なんかプロジェクトっていうほどじゃまだね、現段階ではないかもしれないけどさ、ただお話ししてみようかっていう、ただそれだけの段階ではあるかもしれないけど、でもすごくワクワクするよね。なんか俺、関係ないんだけどさ。なんていうの？北海道にいる獣医師の友人さんには、まあ関係ないっちゃ関係ないじゃん。神奈川にいる、気象学者の茂手作にも、まあ関係ないよ、正直ね。なんていうか 林レッドスネークスが、フィットネスインストラクターと、ちょっとひょっとしたら面白いことやるかもしれないみたいな、そのあるかないかよくわかんないぐらいのところだよね、まだね。でその状態で、まあなんていうか関係ねえんだけど、すげえ面白いよ 面白いよな絶対。いやー楽しみだな、どんな話になるんだろう。まあとりあえずね、ゆきかさんがこの日にちょっと見学に行くとか、ゆきかさんとちょっとお茶するとか、まあ何でもいいんですけど、まずはね、お二人の都合でやりたいことが決まったら、サロン内にご案内していただけたらですね、嬉しいですね。もし行っていいんだったら僕も行きますんで、行ける日程であればっていう感じですね。何の会なのってなりそうですけどね。よくわかんないけど。オフ会とも違うじゃん。だけど面白いよね、なんかね。いや今までない感じのね、イベントになりそうじゃないですか。そのイベントってほどのイベントじゃないかもしれない。また例によってね、前みたいにデニーズでみたいなことかもしれないしね、わかんないけど、またキャッチボール会やりたいですね。淳平さんとかね呼んで ミッキーとか淳平さんとか呼んで でキャッチボール会とかもいいですね。ちょっと待ってね。寺石ゆかさん、おはようございます。でも最近ね、話がそれたら戻ってくるのが結構大変なぐらいね、それまくるっていう。清水信之さん、おはようございます。山本健太さん、今日。ね、健太さんのあれ、造語なんですかね。共に育むで教育って。でも小学校の先生、現場にいてあの感覚をこう思いつくっていうのは、やっぱ健太さんさすがやなと思うよね。 なんていうか 俺逆だと思うんだよね。なんか現場に長くて、現場に馴染めば馴染むほど、あそこからなんか離れていく力の方が結構いろいろ働いてると思うんですよ。それをなんか結局現場でよりうまく、最適解に馴染もうとすればするほど、共に育むっていう方にはね、なかなかいかない環境が多いんじゃないかなと思うんだよね、やっぱりね、学校ってね。その学校が悪いんじゃなくて、それ以外の別な外圧っていうのか、外圧ってほどでもないかわかんないけど、要因が多くて、その考えなきゃいけない要因がね、解けねえよこんなのっていうね、そりゃ解けないよなーっていうさ、要素が多すぎて、学校の現場の先生って。俺はなんか
それでもその中でもね、共に育むをこう造語として生み出すぐらい、健太さんの中にこうそのスピリットがちゃんとこう生まれたこと自体がね、奇跡的な話だなと思うんですよね。すげえ人だなとはやっぱり思いますよね。はい、森本あかねさん、全くんかんくん、おはようございます。砂塚森舘さん、おはようございます。ということでね、今日は今日もね、周平スタイフに寄りかかった話で すげえ、いやでもね、あれやっぱりスタイフの力だなと思いますね。なんかなかなかそのフェイスブックにちょっと、思ってることを投稿するぐらいではこうはならないな、こうは展開されないなっていう、まあみんなその、発信される SNS のコンテンツの多さに、まあちょっと、まあ慣れきっちゃってるんで、こうなんかいいこと書いてもテキストではもう響かなくなっちゃってるのもあるんだろうけどね。だからなんかその本当にリアリティがよりあるものっていうかさ、リアリティがあるものってその綺麗にパッケージされてない、綺麗に正解が導かれていない、そうだな、まだ全然未完成であるとか、程遠いとか まあその分さ、完成形から遠ければ遠いほどこう応援する伸びしろみたいな、その余白が大きければ多いほど応援しろがあるわけで、それはだからその未来に向けてこう C マークが欠けてるみたいな感じだと思うんだよね。それってなんか埋めれるとしたら、その C のさ、こう広がりをこうちょっとでもこう縮めれねえかなみたいな、そので丸に近づけたくなっちゃう、こう本能的な ものがあるんだよ。でなんかそのちょっとこう開いてるものをこうちょっとでも縮めれるのに、なんか自分のアイデアでちょっと貢献できねえかなって、なんか自然に思っちゃう何かしらの心理があるんだよね。不思議なもんで なんであれ欠けてるものを探すんですかね。不思議だよね。まあなんかの本能的とは言われるけど、まあだから危険察知の延長上にある脳みその力なんですかね、脳科学的に言うと。でもそれがさ、なんかそうそうそう、なんかもうと求められてないのに教えたくなっちゃうみたいな欲求ってさ、俺なんであんのかなと思ったんですよ。あ、これすげえ我慢するわけです、たびたびね 僕はね、そのこれ余計なおせっかいだから、俺の立場でこんなこと言うの違うよなと思いながら、あれこうだよなとか思うとなんか言いたくなっちゃうみたいなことありませんか？なんか例えば、まあ気象学が僕が専門だからね、その例えば科学的に言うとそうじゃないんですよ、こうなんですよみたいなこと言いたくなっちゃう。まあでもそれ聞かれてないところで、なんかその例えばなんか世間話的にさ、たわいもない話でこう天気とか気象の話をこう話題にしてる程度の話であって、その厳密さをこう問われてないような会話の中で 多少なんか違うよなっていう話をしててもさ、いやいや入ってこないでってなるじゃん。いや、そうかもしれんけど、みたいな、科学的に正しく言うとこうっていう話はさ、いや、そうなのかもしれんけど、そこまでを求めてそういう会話してるわけじゃないから、その天気の話をこう日常会話でしてる時とか。入ってこないでってなるじゃん。でも言いたくなっちゃうわけよ、すごく。で、まあ、例えば、なんかやっぱり専門分野って特にそうなると思うんだよね。めちゃくちゃある。そう、獣医さんなんて絶対あるよね。動物に対してさ、みんながこう、ああだこうだ言ってるとか、その人なりの経験上、これがいいんじゃないかとか、これがかわいそうじゃないかとかね。まあ、なんていうか、良かれと思っての一生懸命、なんだったら一生懸命だったりするじゃないですか。で、ちょっとこう、なんだったら、ググってちょっと調べました。
聞きかじった表面的になぞりましたぐらいのこうところまでやった分だけ、なんだったらその人は素晴らしいかもしれないじゃないですか。何も考えてないよりはね。で、なんか、でもそういうものほど専門家からすると、もう言いたいみたいな、その、絶対あると思うんだよね。せき止められてないですか。そうですか。いや、そうだよね。俺もあるよ。だからね。溢れちゃうよね。で、足りてないなーっていうところを探しちゃうんだよ。でもさ、関心持ってるだけっていう、その、だから C マークで言ったらさ、この C の部分ね、こう関心持ってるっていう C のマークを形作ってる方には目いかないんだよね。そっちじゃなくて、こう、穴が開いちゃってる方にさ、目がいってさ、それをこう、ついつい埋めたくなっちゃうみたいなさ、欲求ですよね。それをさ、まあまあ、その、求められれば、それを補うのを手伝いますよっていうのは全然いいと思うんですけど、本当はね、一番未完成で一番この足りてないのはさ、まあ、例えば、ね、スプリントトレーニングやっても何してもビデオ撮れば一目瞭然でさ、メタ認知が大事だよとかっていうのはさ、要するに自分が一番足りてないわけよ、その。で、一番自分が足りてないことを、もっと良くしたいの欲求は本当は強くて、一番見たいのは自分の足りてないところを埋めちゃいたいとこう、なんか、その欲求とさ、こう噛み合わせたいんで本当はね。なんていうか、その足りてないものを補いたい欲求と、足りてないところを探しちゃうみたいな、癖と組み合わせたいのは、こう一番はさ、自分が対象なはずなんだけど、まあ、普段なかなかさ、自分の目は外側の世界ばっかり見てるもんだから、自分鏡で見れないので。なんだったらタイムマネジメントもそうだし、その、まあ、思想、信条、価値観、なんだろうな、まあ、知識も含めてですけど、足りてないものだらけなんだよね。まあ、人脈、技術、なんですか、あとは。わ かんないけどさ、及ばないことばかりじゃないですか。で、本当はそれを自分でずっと見て、なんか自分で自分にどうやって教えてあげて、自分で自分をどうやって育ててあげて、みたいなことに、注力できれば、まあ、それがこう、うまく奇跡的に噛み合ってる状態をゾーンと言ったりするのかもしれないですけど、なんかね、そこに行きたいんだけど、なんかついね、たまたま自分より何かしらこうちょっと詳しくなさそうだなっていう人を見つけてしまっては、そこになんか口出したくなるみたいな、何なんですかね。ただ人と反応するのを我慢し続けてることが、犬のマンツーマンレッスン、ああ、なるほど、へえ、なるほど、面白いですね。15万再生、すごいな。それ知らなかった。ちょっと後でそれシェアしてください。僕も見たいな。なるほどな。面白い。あ、そういう実体験ある。一つだけ反応するのが、我慢し続けているやつね。なるほど、なるほど。あえてシェアしてください。ちょっとよかった。面白いですね。はい、ということで、今日は皆さんどなたと笑いますでしょうか。今日も良き一日をお過ごしください。じゃあねー。ユージンさん、周平さん、ありがとうございます。面白いなぁ。そんなのあるんだ。反応するのを我慢し続けている YouTube をあえてサロン内で、シェアすると。これ新しいっすね。面白いな。